父上、お前か。深く取った。この足も老いたものだ。手当てはよい。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ。 あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、 命を賭してお守りするのじゃ。父上、左手へ出て霊園を任せくれ。 Yeah.
こそは野上玄斎、国取り戦の芦田衆が一人よ。片付いておるか。このせがれか。わしは恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止めどの、止めどの。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うが。はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。若さ、はぐれし。先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。狼、司祭はあなたの返事。わかっ。ではお前さん、ではまた。
腰が上がっておる。行部様か。ああ、まさに鬼行部。あのお方がおれば、アシナもまだまだ安泰よ。一たびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を、竜院の力を利用するというのですか。いかに力を得るため、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるの。私は、人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常の術では。アシナは守れぬのだ。私は源一郎どのほど強くはなれません。何をなすべきか未だ分からぬのです。あれから随分と経つ。待ったとても無駄なことだ。かわいそうなオラの馬子よ。やつら、まくちくなんぞで脅かしよって。死んじまった、死んじまったよ。行部正隆なり。大手門、この行部が倒産。鬼行部、we'll be right back.
供養いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり、ゆえに戦、さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養衆あり、どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。ネズミがもう一匹、うん、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。が生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。なんだからこそ、あんたもあやつも哀れなことだよ。さあ、ババが何を語ろうが、あんたのお役目もそういうものだ。さあ、
切ってさすれ。一心の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。おう、ネズミを飼ったようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これはアシナ流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに、何よりお主の戦に役立てるがいい。アシナ流。狼殿、では。お前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義手の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。
わしがゴーブ、お前それで辛口酢薬と組み合わせ、お前使えそう。